シカ様、ジェシカ様にお会いしたいというものをお連れしました。ようこそ皆さん、私がジェシカです。は？この人が何百年も？どう見ても若いじゃないか。はじめまして、ジェシカ殿。私はエルウィンと申します。あなたに伺いたいことがあってここへ参りました。実は闇の剣アルハザードですね。そしてあなた方が知りたいのはダークロッドのありか。すごい、どうして分かっちゃったの？世界に満ちた邪悪な波動、そして各地へ侵略を始めた帝国軍の動き、さらに帝国軍の侵略する先に常に関連しているもの、それが闇の魔剣アルハザード。この波動からするとアルハザードはまだ完全ではないようです。アルハザードの忌まわしき力を目覚めさせてはいけません。そのために帝国より先にダークロッドを手に入れたいんだ。帝国にアルハザードの力を使わせないために。ダークロッドは聖地レーテルにあります。なるほどな。まさかそのような場所にあるとは思わなかった。その声はエグベルト。エグベルトだって？レイガルド帝国を影から支えてきた伝説の魔術師だ。魔導を志す者でエグベルトを知らない人なんて誰もいないよ。私も聞いたことがある。その強大な魔力ばかりか、策略にも長け、多くの国々が戦わずして帝国の支配下に落ちたという。よくそこまで知っているな。しかしダークロッドの場所が分かった以上、お前たちを生かしておく必要はない。お前たちにはここで死んでもらうとしよう。エグベルト、てめえよくもジェシカ様の前に顔を出せたもんだな。せっかくだ、てめえの悪事もここで終わりにしてやるぜ。誰かと思えばレスターク、お前の部下は先にあの世にやったぞ。これであの世に行っても寂しくはあるまい。てめえは俺の手でぶっ殺してやれ。覚悟しやがれ。バカめ、相手がこの私一人とでも思ったのか。を出しなさい。なになに？全力で行け。全部まとめて。間違った道を進む。なになに？行くぞ。正確に。ご命令を。
整えました。なんだ、危なくせえぞ。気をつけろ、何か企んでいるぞ。エグベルト、やはりあなたはどうあってもアルハザードの封印を解くつもりのようですね。ふん、知れたことだ。だが、天聖の方のために取られた魔力で、この私にどうやって勝つおつもりか。確かに、天聖の方は術者の老いた肉体を捨て、再び転生する代わりに魔力も初歩へ戻してしまいます。しかし、だからといってアルハザードの復活を見逃すわけにはいきません。そうですか、そういうことならば手加減はいたしますが、あなたにもここで死んでいただこう。やらせるか。ジェシカ様には指一本触れさせねえ。相変わらず威勢のいい男だな。だがお別れだ、愚か者どもよ。炎に焼かれ朽ち果てるがよい。やはりそうか、油はこのためだったのか。こっちは風下だ。このままでは炎に囲まれてしまうぞ。川の向こうまでは炎は追ってきません。急いで対岸まで逃げましょう。奴らを逃すでないぞ。はい、承知しました。本気か。そんなことをすればお前たちまで炎に巻かれるぞ。なめるな。いくら炎に焼かれようと構うものか。我々は帝国のためならいつでも命を捨てる覚悟だ。さあ行くぞ、奴らを皆殺しにするのだ。ご命令を。そう、思考、そしていいですね。行くわよ。行くぞ。
よ。ご命令を。を出しなさい。なになに？はいよ。行くぞ。行くわよ。みんな無事か？うん、なんとか生きてるよ。しかしダークロッドの場所を知られたとなると休んでもいられません。エグベルトより先にダークロッドを手に入れなければなりません。私もあなた方に力を貸しましょう。ってことは久々に俺も暴れられるってことだな。そういえばあなたのティアラですが。これか？このティアラは父の形見で代々俺の家に受け継がれているらしいが、これが何か？せっかくなのでこの機会に話しておきましょう。私は昔ある王家に仕えていたのです。その時の王子もあなたと同じティアラをつけていました。そしてその息子も。俺の剣の師ドレンから話は聞いていたが、まさか本当だったとは。つまり俺はバルディア王家の末裔ということなのか？そうです。あなたこそ好機に導かれし者。好機に導かれし者とは、暗黒の魔剣アルハザードをめぐる戦いに打ち勝つために選ばれた者たちのことです。光の末裔にとってアルハザードをめぐる戦いは使命とも言えます。そうか。だがアルハザードの復活を阻止するのは使命のためにやるわけじゃない。帝国がアルハザードの力を手に入れれば大陸中で戦乱が起こるだろう。だから何としてでも帝国の野望を止める必要があるんだ。エグベルトに、帝国にダークロッドを奪われてはなりません。聖地レイテルへ向かいましょう。